木の目峠トンネル、鶴ヶ川高校木の目峠トンネル、今城川高校木の目峠トンネルは、福井県南城郡南越前町上、板取と同県鶴ヶ市新法を結ぶ国道476号のトンネルである。2004年3月26日に共用開始。延長1783メートルであり、県内の一般道路のトンネルでは、 福井県道141号地区派立石縄幹線、鶴ヶ半島トンネル、国道305号、ほのけ山トンネル、国道27号機、森山トンネルに次ぐ。トンネル開通にあたって、取付部にあたる鶴ヶ川の282メートルと、今城川の1025メートルが拡幅された。交通量の増加を見越して、旧北陸本線から転用した川嘘川内トンネルが、拡幅している。 鶴ヶ市内ではトンネル開通に合わせて道路の拡幅などが行われたが南越前町内では国道365号の旧今城町中心部や旧南城町も含めてほとんどの区間が従来の道路幅のままであるが一部箇所で道路の拡張工事を行っている箇所が見られる。例北と南南を結ぶ主要道路としては国道八号北陸自動車道に次ぐものである。 木の目峠トンネルが共用されたことによって、国道476号の通行不能部分のうち、南越前町鶴ヶ市の部分が解消されている。鶴ヶ、今城両方向ともトンネルに向かって急な上り坂になっているため、走行には十分注意が必要である。今城側にはトンネル出口の長い下り坂で、フットブレーキが効かなくなった時のために、森土に乗り上げて車を止める。 大表書が用意されている。ありがとうございます。